おはようございます,います東京本間門教室藤井聡ですアシスタントの宇和さきえですこの番組では SNS 前線の時代玉石混合のニュースから真実を見抜く本間門の視点をお届けしていきます藤井先生、はい回数早々なんなんですがなんで最近こんな何買っても高いんですか <laughs> もうちょっと高いですね <laughs> な何が一番こうびっくりしました最近 最近ですね私あのハンバーガー屋さんに行ったんですけれどもハンバーガーと飲み物をつけたんですよポテトはやめたんですやめてねポテトはやめてハンバーガーと飲み物で1000円超えたんですよもうびっくりハンバーガーと飲み物で1000円取るのみたいなハンバーガーと飲み物やったら職場買ってきてなんか挟んでやったら家でやったらなんかちょっと安いできそうやのにそうなんですよ嘘 それはびいいね。いや、もう本当にびっくりも、最近子供と買い物に行っても、なんかコンビニでお母さんおやつ買ってって言われると。なんかちょっと二の足踏むんですよね。そうですよね。ちょっと安いとこ、す、スーパー行こうかいな。いやなんか僕らの感じだったらね、はい、貧乏な学生時代から考えるとね、まあ、なんかラーメン一杯五百円って思ったんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。絶対無理ですね。いや。 500円のラーメンなんかむしろ大丈夫ですかってなりますね今やったらねいや本当にそう不,不安になってしまうぐらいですよ、ね、これだんだん高なってきてるのもあるけれどもやっぱこの、はい 1 2年むちゃくちゃゃく高なってますよねいやもうなんか本当ににんか切羽詰まってきた感がいよいよ出てきたんじゃないかなってい安いと思ってたもんがね高なってますからあのー、牛丼とかでもいや本当に一時期はなんか2何十円みたいな感じでいやそうです私のやっぱり学生時代っていうの200円後半ぐらいのイメージだっなんですけど、うんね、それはなんかさっきスタッフの話を聞きしてたなんか卵つけたりとかちょっとつけたら800円とかもうやめて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  1800 <laughs> 円はちょっとちょっとしんどいですねいや学生さんどうされてるんでしょうねいやいや,いや本当に不安になりますよねいやそうなんでこれのね、はい、背景にあるのがやっぱり円安の問題ですかやっぱりそうなんですよねうんまあそうなんですよもう今日はそこをたっぷりとねお話を伺っていきたいなと思っております、はいはい、それでは早速参りましょう本日のテーマはこちらです為替をめぐる本間門の話 悪いのは円安ではなくケチな岸田政権である CM の後たっぷりと伺っていきます今回のテーマは為替をめぐる本間門の話悪いのは円安ではなくケチな岸田政権であるです、うんうん、先生、はい 円安じゃないんですか。円安ですよ。もう、円安ですよいやいや。円安ですよ。まあ、はい、円安であることは間違いないし。はいはい、円安が原因で物価高になってるのも間違いない,です、はい。悪者じゃないですか。で,すかでもね、あの、こう悪い子に見えてるし、まあ、実際、まあ、悪いやつみたいな感じなんですけど。でも、実はね、この子が悪いんじゃないんですよ。そうなんですか。こ,この子は本当は栄え光えなんです。うん 結構なんですよ。ただね、この子のちょっと使い方が、学校の先生が悪くて、ちょっとグレてはる感じで、ね。この子をね、うまいこと作ったらね、めちゃくちゃ身のために働くやつなんですよ。だからね、学校の先生、すなわちね、岸田文雄さんの問題なんですよ。先生。しっかりして <laughs>。だからね、これ、どう、だからね、あの悪いのは円安じゃなくて、はい、ケチな岸田文雄内閣であると。 いうお話なんですが、はい、これね、やっぱりちょっとね、え、なんでって思る方多いと思うんですよね。いや、もう、そんやんかって、うん、今日ね、じっくり最後まで聞いてください。わかりました。じっくり、これね、途中でね、田内さんっていうお金の専門家の方にも。来ていただいて、まだいろいろとお話、お聞きしますから。はい、これね、ほんまもん教室、これ六十分、これ聞いていただいたら。あ、なんや、円安ってうまいこと作ったら、え、こなんやと。最後思うようになりますから。そこまでちょっと辛抱して。<ー>ちょっと辛抱してお聞きいただきたいな。はい、じゃ、まずね。 事実から押さえていきましょうこれ円安の状況なんですけどね、あはい、これまあ2019年からまあ今、2024年の4月ですけどね、今154円、ま、はい、まあまあ150、まあ、これ、えー、155円前後、ずっと動いてるわけですよ。一回、ピコっと高くなってるところがありますけど、これ、一時期160円まで。はい なりましたよ瞬間最大風速で160円になったっていうのがあったんですけ、まあ、今なんかこれぐらいなんですよねじゃあ1年前なんぼやったかっていうとねこれ23年の4月なんぼやったかっていうとこれがね、えー、139円ちょっとマシですよね。そうですね、うん、でさらにねこれ2年前までこうさかのぼるとねなんぼかっていうと、はい、まあ大体これ120円とかなんですけど3年前までいきましょう21年までね、はい、3年前。 だ百九円なんですよ。全然違うんですよ、うん。全然違うんですよ。だから今石油とか小麦とか、はい、ガスとかそういうものを外国から輸入してますから、はい、それが全部むちゃくちゃ高くなってるんですよね。だ九分の十五倍に、えー、あだ十百九分の百五十倍にね、はいえー、だから十一分の十五倍ぐらいに物の値段が高くなってるから、そのしわ寄せでまああのハンバーガーと。 お飲み物だけで1,000円超える状況が今 <laughs> で牛丼でちょっと卵つけたりした800円になる状況がい訪れてるっていう、まあはい、ことなんですだから昔はこれぐらいだったんでその前までずっとこう安定的な110円とかね、まあ、100円とかなんかその辺をこう,うろうろしてるっていういこれがずっと安定してたんですけど、うん、今こうなってしまっていると、はい、でこうなると先ほど申し上げたようにこう物が輸入品が高くなるから物価が上がっていくんですけど次これがね物価の グラフなんですけどね先ほどこう上がってきたのが、えーとまあ、3年ぐらい前からちょっとずつ上がってきて2年前にガンと上がったっていうイメージですけどね、はい、これね同じこう、えーえー、ちょうどね2年ぐらい前からドンとこう物価が上がってきてこれあの物価上昇率っていうやつなんですけど、はい、まあ コアコア CPI とかコア CPI とか専門用語書いてますけど要は物価を考えるときに食料品あの生鮮食料品とか入れるとか入れへんとかあとエネルギーとかそういうもの入れるとか入れへんとかでいろいろあるんですけどまあとにかくまあどっちで見てもまあこの2年ぐらい前からどんとこう上がってきてるんですね。でさっきのこの為替を見てもねここら辺までまあそれなり安定してたんだけどこの2022年の5月ぐらいからボンと上がってるんですよ。 はい、3月4月5月ぐらいからこれ何があったかっていうとこの時ウクライナの戦争が始まったんですそれまでこう安定してたんだけど、はい、戦争になってからちょうどその、えー、とコロナがもうほとんど世界的にも終わりつつあって、うん、でコロナの時代からウクライナ戦争の時代にこう移った、はい、でっからね急激に上がってきてるんですよ。なななるほど世界情勢がっってるんででこれなったかっていう お話で,すけど、ねで,ね、でまあこの円安になった時がここでそっから CPI が上がってるんですよあの物価が、はい、だからそれまではまあそれでむしろこう減ってたんですよ。こういう状況でね<ー>だからデフレだからここはゼロですからあの元の値段が安くなっていっ,ってたんですよ。デフレでこれはね、はい、あの経済的に言うと非常に良くない。 この物の値段が安いってことは皆さんの賃金が安くなるっていうことだこれ最悪状況になりつつあったんですよ。ところがここから一転してこう増えてきてるのはまあやっぱりコロナが終わってウクライナ戦争が始まった時からなんですね。でこの物価高はこの円安に導かれたということなんですけどその円安はまあウクライナ戦争とコロナ主演に導かれてるんですがこのんでかっていうのをちょっと簡単にだけご説明しておくとね。ウクライナ戦争始まりまりした そしたらね、ウクライナっていうのはそれからあのロシアからあのヨーロッパなんかに、ね、は天然ガスとかすごい輸入。 輸出っていうかヨーロッパこうウクライナあのロシアからガスとかもらってたんですけどあと石油とかそれがこう禁止になったんですよねだから戦争が始まったからそんなの受け入れへんとそしたらいわゆる西側諸国日米欧っていう国々は石油や天然ガスを仕入れる仕入れ先が1個減っちゃったわけですそしたら物が少なくエネルギーが少なくなるから物価がすごく高くなりました。で、でしかもコロナが終わったん,でみんな 普通の活動するようになってで、ね、で物の値段が上がってきますこの2つが相まってコロナ戦あのウクライナ戦争が始まった時にドーンと物価が世界中で高くなってって世界的なインフレがこの時に始まりまました、はい、で世界的なインフレが始まると,、えー、と普通のいろんな国々僕はまあ別の意見があるんですけど、まあ、普通の中央銀行の人っていうのは金利を上げようということで金利上げはったんですね。うんはい こう中央銀行がで日本はずっとデフレであってアベノミクスのずっと延長でやってて、うん、これ金利はあんまり上げると住宅ローンとかすっごい高くなるじゃないですかそうですね,ねはいでだからあの金利が高くなると家っててすすごく建てにくく建になるんですよん同じように中小企業がお金を借りるときに金利が安かったらお金借りやすいんだけど、はい、金利が高かったらもうアメリカとかはもう5%とかですからね今金利がそうなんですね 借りたらえっ、ー、と五百万一年間で返さな<ー>あかんちゅうことですね。しんどいですよね。しんどいですね。企業一億円、はい、まあ一億円ぐらい借りますから企業そうですよね。でもう住宅ローン組む時でもまあ一千万とか借りたら五十万ちょまあ毎年ねもうしんどいんです。だからこう投資がね。 うん、収まっていってしまう投資しなくなってしまうので、うん、で、日本はものすごい経済が悪いから、はい、金利が高かったら誰も投資しなくなるから確かにだから金利下げてるっていうのがもうこれ2012年アベノミクスが始まってからずっとそうやってきてて、うん、で実際先ほど物価を見てもねマイナス1%パーとかで下がってたわけですよ本当ですねだからもう最悪状況なんですよ、うん、うんだから金利上げれないです日本はで外国金利 高いんですね、はい、で日本そしたらどうするかっていったら今グローバルマーケットでお金をいろんなところの人がいろんなところで使いますから、はい、あ日本金利低いんかとアメリカ金利高いんかとそしたら僕が持ってる例えばなんか1000万とか100万ドルとかお金があったらこれ日本に預けてても全然増やしてくれへんと金利低いから、うんうん、ところがアメリカに預けといたら年率5%で上がっていくんやから、はい、じゃあアメリカに預けとこうと。 なるんですね。じゃあ、で日本にで円で持ってた人もいや日本に置いててもしょうがないからって円を売ってアメリカのまあ株とかを買うっていう流れができてしまうわけですよ。はい、こう日本の金利が低くて外国の金利が高いってなると、日本円日本の国内のものを円とかを売って ドルを買ってでそのドルで株を買うってことになるから、はい、だからこう円が叩き売りされる状況になったんですね価値が下がってしまいますよねそうそうそう、はい、でその結果円が叩き売りされるようになって、はい、まあこれあのこのグラフで見るとたか高くなってるように見えますけどこれ円こっちの上の方が円安ですからね、はい、だから円がどんどん安くなっていく。というん、ってことでね、まあ、ちょっとややこしい話いろいろ申し上げましたけど、まあ、戦争が 始まってウクライナあのコロナが始まったことのあおりを受けて円安になってるんやということなんですよ。で、うん、円安になったから物価高くなってるということなで,、はい、でこれで先生ちょっと聞いてくださいっていう話にこうな,なったわけですけどとても大変やったんででこっからがまあ大事なんですけどね。はい、で物価が高くなります。物価が高くなると経済の世界では あの賃金がすごく大事なんですけどね、もう、はい、賃金がすごい高かったら、経済ようなるじゃないですか。そりゃそうですよね。はい、で、いいみんな幸せに。お金が無いよりある方がいいじゃないですか。はい、え、で、お金なくなったらしんどいじゃないですか。賃金すごく大事。なんだけど、うん、賃金っていうのは。例えば百万円持ってたとして、僕はお金ね、百万円もらってたとして。はい、これ百万円の価値って、ものすごい物価が高かったら、あんまり。 大した価値じゃないけど、すっごい安い状況だったらこの百万円の価値で膨大になるじゃないですか。うん、だから実質的な賃金というのは物価の変動を加味しないといけないんですよ。そうですね。うん、はい。これをね、まあ実質賃金とゆうんですよ。うん、はい。でね、これがね実質賃金の前年からの伸び率なんですけど、はい、ここゼロパーですけど、はい、ちょうどね、ちょうど2年前ウクライナ戦争が始まった。 あたりから実質賃金はマイナスのにうわほん当だーめり込んでで24か月今続いてるんですよ2年間 2> うんそれ前はちょっとこう、まあ、コロナの時賃金下がったりとかしてたんだけど、はい、コロナ明けてちょっと実質賃金上がったんだけど、はい、ウクライナ戦争がこ,こでまたこう下がってると物価が上がってるからそうですそうですそうことですうですそ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 ううですう あるんですけども、はい、これはあの額面上の金額ですね。それはね、一応ね、プラス二パーとか三パーとかなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。こう額面、そう、もらってる、てるその一万円の数は増えてるんです。はい,はい、はい。せやけど、それ以上にものが高なっとるから。出ていく量。実質賃金が下がってるんですよ。そういうことなんだ。そう、そう、で。苦しいんです、皆さんがだから苦しいんです。そう、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 そう。なるほど。だから、ご自身の給料、実は。 ちょろっと上がってるんですよでもそれ以上にそのハンバーガーと飲み物の価格の上がりっぷりの方がそりゃそうもう勢いをポーン上がってるわけですよタクシーも高いしもう電気代も高いしガス代も高いしガソリンも高いし全部高いもううどん買っても高いし高い野菜買っても高いし全部高いもう買い物が嫌になりますもん二十四ヶ月ずっとこうめり込んでると ということなんですね。だからこれ経済ってね、そのいろいろストーリー長いんですけど、はい、まあ要は戦争が始まって円安になって、うん、物の値段が上がってでみんな貧乏になってると、はい、いうことなんです。そしたら、はい、やっぱり円安が悪いんやんけといやそういうことになっていませんか？円安のせいで私ら貧乏なっとるやん、はい。全部円安のせいだって思いました。そうです。でこれはね、はい、その通りです。<laughs> の通りですはいこの状況ではただねただですよしんどいのはしんどいんだけど円安っちゅうのはねすっごいいい側面もあるんですようわ気になりますねめちゃくちゃいい側面があるんですね、はい、でね1個だけ言っておくとねこういうのがあるんですよこれね OECD が作った、はいまあ、数字 としてこれあの先週ていうかあのこの間「正規の見方」という番組で紹介されたグラフなんですけどあの表なんですけど日本とアメリカと EU を取り出してね円が10%安くなった時に経済がそれぞれどうなるか<ー>ドルが1パー10%安くなった時にそれぞれどうなるかユーロが10%安くなった時にそれぞれどうなるかとこれ見ていただくとね、はい、円が1割安くなると経済成長率は 0.4%から1.2%ぐらいプラスなんですよ伸びるんですで円が安くなって他全部一緒やったらアメリカや EU はマイナスになるんですよで全部一緒でねドルが10%やったらドルアメリカを得するんだけど EU と日本は損するんですよーで、ユーロが安くなると EU は得するんだけどアメリカと日本は損するんですよなるほど でも考えてみたら当たり前でね。そうですね。あの日本の円が安いです。はい、そうしたら例えばこの本とか車とかでも安くなるわけですよ。はい、おでであるいは安くなるから買いやすいっていうのもあるし、はいうううう。例えば100ドルとか100万ドル1万ドルとかで売れたもの。 を換金した時に円が安かったら前まで100円やったら100万円やったものが150円だったら150万円になるわけですよ、はい、そうですよねだから何もしなくても為替が安くなるだけで輸出してる金額の額面上の数字がボンと上がるんですよそうかそうかそうか、はい、で、例えばトヨタなんかね去年度はねもう日本企業として初めて5兆円の純利益を上げたんですよ 純利益で純利益を5兆円上げたんですよへ<ー>5兆円ですようはうはですね5兆円です今まで日本企業5兆円一回も超えたことなかったんだけど今回初めてトヨタが5兆円超えたんですこれは何でかっていうとまあ一重二というと大げさですけどその巨大な理由は円安だからなんですよ円安だから同じだけ車を売っててもめっちゃ売れてるわけですよはいで、だから国全体ではプラスなんですよそやけど庶民は今しんどいんですよ はいはいはい。だこれあとはね、儲かってるやつと貧乏になってる人が今いるので、儲かってるやつからこっちに回したら、いや本当じゃないですか？全員幸せになるんですよ。本当そうです。持ってる人を持ってるってことですねそうそうそう。それをやるべき人は誰かっ釣ったら？先生ですね。そうです。岸田文雄さんなんですよ。だからあとは岸田文雄さんがちゃんとやりさえすれば、はい、我々全員ハッピーになるっていう話を後半いたします。 その前に、ねはい、ぜひね、田内さんという、ね、非常に面白い方がおられて、まあ、お金の話を、ね、ずっといろいろとされてる方なんでぜひね、今日は為替の話してますから、はい、あのお金の話をじっくりとお聞きいただきたいなと思います、はい、為替をめぐる本物もんの話、悪いのは円安ではなく、ケチな岸田政権である後半では円安に対しての正しい政策についてお話を伺ってままいりますゲストのコーナーです。えー 本日のゲストは田内学部さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。田内さんはね、あのー、今あの作家であられて、例えば今君のお金は誰のためっていう本を出されて、まあ、この本が今20万部を超える、はい、ベストセラーで、ではい、えっと読者が選ぶビジネスシグランプリ2024の1位ですか。はい、総合グランプリ第一。はい になっていらっしゃるんですよね。で、えっ、ー、と、今、お金の向こう研究所の代表もやられてて。で、あの作家であって、あと社会的金融教育家。 といいう肩書きも今使っってらっしゃる、はいはい、で田臥さんは、まあ、僕との関係で言いますとあの僕が編集長をやってる表現者クライテリオンで、えっと、お金の話について連載をずっとやっていただいていた方ですね,、はい、ですね今回そのえっ、ー、とこの本編の方でもね本番もきの本編の方でも円安の問題を取り上げてるんですけど <laughs> まあ,あのタイトルが「円安」。 悪いのは円安じゃなくてあの岸田文雄さんとのケチ差が悪いんだよっていうまあそういう話をお話してるんですけどまあこのあた、の、り、ーまあ、の国の中の,そのお金、うん、国とその外とのお金の流れを見ると、うん、まあ貿易赤字だけれども経常、うん、黒字という状況今一応日本は儲かってる状況、うん、で普通考えたら経常、うん、黒字、まあ、日本も儲かってるんだったら、まあ、円強くなりそうなんですけども、うん、そうはならない。うん やっぱりそれはのかっていう,うん、うん、その偏在によるところが多くて基本的に物買わなきゃいけなかったら海外から、うん、ドルで支払うから貿易まだ赤字なんですけれども、うん、季節調整とかした後だとだと、あのー、外から買うものが多いと赤字になってきますそうですね一方で、えー、経常黒字所得収支っていうのはうん、うん 外国今資産持ってる人もしくは工場持ってる社がすごい儲かってるわけですよそこでドルとかで稼ぐわけですねそうその彼らがちゃんと円に還流すれば円高圧力になるのでそうですねドルを売って円を買うから円高になるわけですよねところが黒字だったらまあそうなるはずですねでもそのフローお金のフローとしてはそれは起きてなくて日本の中に投資先あんまないしだったらもう海外で うん、そのまま持っとこうとか資産を保有しとこうとか工場を日本に持ってくるってなかなかうん、うん、やってないので。いうの、ん、プラス、うん、これ僕よくないと思うのがあのこの資産所得倍増プランっていうのねぶち上げて。 確かにその、あのー、ね、<laughs> 労働所得だけじゃなくて、資産所得まあ増やしたいというのは。まああるわけ。ですよ。あってもええですけどね。はい、大して重要じゃないですけどね。すごいね、金融資産ある人はいいんですよ。うん、その、ね、税金かかんないっていうのは、それで。うん、だけど、そうじゃない人ってなかなかそれできないし。うん、で、その、かつその、お金ある人が、結局じゃあ、あの、どこに投資するかというと、利回りの高い。 うん、アメリカとか海外のお金が流れていくだから資産所得倍増プランっていう話を本当に真面目に進めたらどん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 円がドルに変わってドルへの投資が進んでしまうというリスクの方が高いわけですよね。今のスケージそうですよね、うん、だって金融資産を儲けるのも金利高いところで買った方がいいんだから,だからで日本金利低いんだからだからねもともとよく言われるのが、うん、日本は預金ばっかりしてて調子回さないのはどうだって言うんですけど。よね 昔からそれで日本機能してたわけですよそうですよなんでかっていうと銀行ちゃんと貸し出し先が国内にあってそこで産業育てたんですねそうういことですねでもそれ貸し出し先ない資金需要がないからじゃあ金融商品売ろうってなっちゃってでもその資金需要ないわけだから国内の人に投資しろって言ってももちろん国内に資金需要ないってことはもちろん見回り低いわけですよ海外に流れるわけですからそうですよ そしたらじゃ円安になりますと。そうですよ。で円安になって外貨の資産持ってる人は上々ですよ。なる、うん、そうですよ。今政府なんてボロ儲けしてますから、ね。しますよね。 もう200兆円ぐらいまで増えてますからね。そうそうそう。まあ130兆円って言われた。そうそうそう。それが70兆円ボロ儲けするんですよ、うん。そうそう。これ本編で言ってないんですけど。あ、そうそう。こうにも70兆円のもうボロ儲けが、うん、あるんで、それ還元したらい,いやないかっていうのは、もう僕らがよく言ってることですけど、まあ全然しないですけどね。その、そそういうのもあって、でうん、ね、政府だけじゃなくてまあお金ある商、ね、そうそう。もうみんなそうですよ。うん、ドル持ってる人がみんなそうですよ。一方で。 でそのドルがドル高が進むことによって、うん、じゃ消費者一般消費者はどうなるかっていうと、うん、しんどいですしんどいですよねこれこれ、うん、短期的にはこれここをどうにかしなきゃいけないというのは明らかなんですよね。うん、でそれで、ね、まあこれ後半このトークの最後に申し上げますけど、はい、まあ税収が今20兆円上振れてるからそれをちゃんと国民に。うん 分配してっいいたらないかと分配の仕方は消費税減税もあるんだろうし補助金もあるんだろうしもも、ねうん、あるいは、まあ、あの実物投資で公共の投資でも科学技術投資でもいいし、はいうん、いろんな格好でそ,そうそうそう、はい、あのただ単にキャッシュを回すだけだったら物ができてないだけれども、はい、ちゃんと投資っていうのは未来に対して例えば1兆円やったら1兆円の投資が1兆円分以上の働きをしますからね。そうじゃないとトヨタだって 日産だっっててソニーだだ誰もも投資しななないでで、ね、ですすすんんんねそそううよだからあの大企業グーグルだってアップルだって、うん、バカほど投資してるわけですからねでそれで投資した分回収するっていうリスクを管理しながら投資してどんどん資産を増やしていくと、はいうん、で生産性を向上させていくっていうのが資本主義ですからねそうです、うん、そもそも金融って何かっていうと、うんうん、お金ある人からない人に融通しましょうねとそうんうん、ですねで 僕はこんんなこことやりたいんだこういうあの、ね、科学技術研究したいんだっていう人お金足りないっていう人に融通させる、うん、これが金融なわけですよ。で、そのお金を融資してもらえなければ何にも生み出さないけど、うん、アイディアだけあってお金のない人って山ほど山にいるからそ,その人にお金を貸してあげてそしたらその100人おったら100人とも大成功するかどうかわからなんけど、うん、まあまあよう選んだら780人が成功するから。はい でその人から回収してもらったら回収してもらったら貸してる方は損しませんよっていうでこっちも儲かるし<う>世の中も良くなるしそうそうな社会がね社会,社会が良くなるのかが大事なんですそれがとその融資っていうもんですからねだから,だから銀行が自分たちでそのリスク取られへんわと、うん、だからちょっとみんなその投資商品買って、うん、でもその投資商品買ってもそのお金は海外に流れる。うん 何してるんやと。いや本当そうですよ。でこれさらにまずいのがもう子供たちにも金融教育をしなきゃいけないんだと言って、それその投資する側、融資するお金出す側に回れっていう話しかしないんですよ。ああ。自分たちは企業しろとは言わないと。そう。企業じゃなくてもいいですけど、お金借りてなんかそのねやるとかじゃなくてもなんかこうちょっと世の中に蔓延してるのが。 働くのが何かこう悪というか働くのは嫌だみたいなどうやって不労所得を増やすのかそ,のそれと金融教育がこう重なってるんですか今いやそのなかもともとは金融教育文科省とか、はい、いろいろその日銀とかその、えー、その金,金融庁とか進めてるのはそうじゃないんですけれど結局じゃあ現場高校とかで学校の先生そういうことを教えれないからうん、うん、じゃ外から。 え先生呼んできます金融に詳しい人、うん、まあ銀行とか証券会社の人になるとじゃ金融教育じゃ資産形成の話ですよねと <laughs> 株と債券こう違いますとニーサ使ったらこうなりますよとバブルの時でもバブルの時に株買ってても今だとこんだけ増えてるんですよさあ投資する側に回,りまし,回しましょう <laughs> でこれ投資する側にねいやお金ある人はいいですよもうじゃんじゃんもうね投資してくださいと <laughs> そうですね <っ>お金ないし子供貯金毎月100円ずつ貯めてあれここの時うもんたらこんだけしかないんかいみたいなそういう人たちにお金がちゃんとやってきて彼らがじゃあその社会を成長させようと、うん、あのね産業を成長させようという方向に行かなきゃいけないわけですよ、うんうん、ところが今じゃあね僕びっくりしたのが、うん、あの大学生とかでも老後の不安とか言い始めてて、はい、いや言うてますよ、はい だって、非常に近しい、僕の二十歳そこそこの知り合いね、一番近い。あ、はい、あもう、年金なんて、どうせ、なぜなら、もう払わへんとか言って。まあ、年金払うと時、お前と。義務やから、それは。はいはい、まあまあ、だ、言うてるんですけど。はい、でも、もうね、だから、信用がないんですよ。いやそ,うそう、まずそうかそう、その、国家に対するみたいな。そうなんですよ。その信用をちゃんとし、国家作んなきゃいけないし。しそうなんですよ。で、さらに、じゃ、その、不安があるから。うん 奨学金とか借りてですよ、ね、学校であの大学でいろいろ学ばなきゃいけないのに、うん、学ぼうと思って入ってきたのにうん、うん、お金増やさなきゃとか、うん、借金返して早く投資始めなきゃってバイトにあけ,けくれる。あけくれるんですよね。これなんかおかしくないかと。いや本当そうですね。岸田内閣が今金融政策財政政策としてどういうものをやるべきだと。 ね、現状の中で。教育はちゃんとマットにせない。政策をどうしたらいいとお考えですか。で、まあ、その。日本の、まあ、生産力。よくその需給ギャップがどうかって話あるんですけども。それはあの。需給の話と、そう、生産力でも、スペクトラムがあって、一つの商品だけ作ってるわけ。もういろんな商品作らなきゃいけない。で。その中で、やっぱり、日本の中で、その海外で売れるようなものを作らなきゃいけないし。例えば、あの、ね、先生、昔からおっしゃってる、その国土強靭化計画もそうですけれども。あの。 今後、その二十年後三十年後、年後うん、どういう社会になっていくかっていうと、まあ。明らかに労働力足りなくなっていく。うん、そしたら、もう、今は財源がとかって話をしてるんですけれども。うんうん、その財源があろう、どんなにあっても、働く人がなければ、うん、生産力がなくなってしまってたら。うん、もう、作ろうと思っても作れないわけですよ。うん、技術力だとか、生産力。そう,そ,うそうです。生産、それとも資産だとか、と、はい、いうことですよね。あと、基礎インフラだとか。基礎インフラだとか、そう。うん、そういうの。 そのお金が足りないからいやあの子育て政策にお金使えませんとかじゃなくて。うんその 社会を支えているのはお金ではなくて。そうですね。そう、人であり、その人が作っているものであるわけだから。月の裏側で十兆円札、十兆円分のお金がここに置いてても、何も嬉しくないですもよね。<laughs> 月の裏側なんだから。何も意味ないですよね。本当 <laughs> そうなんですよ。月の裏側でも、お金がなくても、そこに農地があって、居住空間があって、うん、娯楽施設があって。っていうようなものが、そこに仮に快適な街があれば、うん、生きていけますからね。そう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 、そうですね。でも、それがなくて。 お金だけやったってしょうがないっていう。しょうがない。しょうがないですよ。それが最初に書かれたお金の向こうに人がいるっていうことですよね。うん、だからお金ばっかりだから、主戦道っていうものの根本的な間違いですよ。よだからケチンはそこを分かってないんですよね。よねお金の方ばっかり見て、その人あるいは物を見てない。岸田政権はそういうふうに見えるっていうことですね。すねお金の本質っていうのをね。うん、まあ、もうすでにその本質はないんだって言うのが。 お金だともお金,お金自体にとも言えますけどこれでもある種の役割を担っているわけじゃないですか、うん、そういう意味でまあこの本とかを通してね、はい、お金というのは何なんだよって言うとしたらどういうふうにご説明をされますかううです、ね、この本もそういう話してるんですけど誰かに働いてもらえるチケットだと、うんうん、そうですねそのチケットため込んでもしょうがなくて <laughs> 働いてもらうや働きたいっていう人がいて。うん ね頑張りたいって人がいるんだったらその人にその件渡して働いてもらってこうぐるぐる回してぐるぐる回すことによってみんながこう働いて捧げ合うわけですよね、うん、それがなんかね。 い,やいいですね、うん、僕はいつも1万円札をね説明するときに、はい、AKB48 握手券だってね言うんですよ。で AKB48 っていうの事務所からしてみたら何本でもすれ,れるからそうそううすりただけすったらいいと AKB48 とか AKB48 握手券を100万万円借りたとしても破綻することはないよっていう、うん、まあこれが政府の日銀と市場の関係だってこう言うんですけど、うん、ファンからしてみたらあ,あるいは AKB48 を捨てる方もそうですけど。 握手券ですから握手しひんと意味ないんですよね握手しひんと意味ないですもちろんその握手した人がいっぱいいたら要産持ってこれ貸すことを通して利財稼ぐとかねいう商売まああるんでしょうけど基本はこれ握手券だから握手しようよっていうて、ねうん、握手したのがい,いんだけどこれ全然いらんも、ね、もう握手よりも握手券の方を欲しがってるっていう, <laughs> う、ね、状況ですよアホ,アホなん自分らっていう、うん なんかもう主人公が人じゃなくてもうかいっちゃってる経済のうんうんそうですねでもきっとそういう人って不幸な人生を歩んでるんででるすよね <laughs> 本当に楽しいものをこれ本当に推しのね、はい、アイドル推しの子からした握手券って超プラチナのわけじゃないですかそうですね <laughs> 前田敦子と握手まあちょっと古いですけど <laughs> 前田敦子と握手できんのみたいな。<laughs> いうことですかだからその人はある意味その前田敦子さんによって人生が豊かにドキドキして握手して幸福感を得て、うん、これだけ考えてこれでも利ざやでまあまあちょっと 1, 1万あでり15円稼ごうかなとかってでその15円でお前何したいのお前きっと人生不幸になっても幸福はお金からは来ないですよねお金の向こう側にいるる人であったり物でああっったたりりなるほどお金の本質は商品券。 商品権です握手券ということですよねい,すいや今日は本当にもいろいろとお話をお伺いしましょうですけど今この本ねもう大ベストセラーでこう、はい、受けているところですけど今またなんかどんな構想とか何か構想をお持ちだったりするんですか次の、まあ、本じゃなくても、はい、本じゃなくゃないかもしれませんけどあのやっぱりそのそこの本でも少し触ってるんですけども、うん、働くってことの意味が何かっていうのは大事ですねちゃんとこう データも見せつつこういうことなんだよっていうその働くっていうのもお金儲けお金儲けるための手段にやってこれね、うん、悪しき世界観ですよねこれヨーロッパ的アメリカ的世界観なんですよね働くというのをお金を得るための労苦であり、まあ、罰であり拷問に近いものだとところがそういう労働観っていうのはアジア少なくとも日本においては全く違うんですよ、ね、違いますよね。 だからね、そういう今それが何か働くことがいや、ね、欧米化になってしまってるんですが欧米化ってほんと労働はだって人生そのものであり喜びであり人助けであり修行の場であり研鑽の場であり精神をこうどんどん磨いていくための修行ですからね労働っていうのは。 その辺の辺こともねちゃんとだからそのお金を優勝労働だけじゃなくても無償労働によって支えられてる部分が多かったり、うん、それこそ、ね、子育てとか育児とかの話って、ねね、実はこれむちゃくちゃ生産力があることじゃないですか。そうですよだけど GDP とかなんだってなるとそその入ってこないから、うん、そういうのはね、あのー、働く女性って言葉ありますけども、うん、別に家で。 家事育児されてる人ももちろんすごい働いてる、はい、むしろそっちの方が働いてるかもしれない。 そういうい意味であの最初に出された人の向こうにあお金の向こうに人がいるの、うん、その人というものにこうどんどん着目して次労働の話だとか、はい、人間関係の話だとか、はい、そういう思想的なというか社会科学的というか文学的な方向にお金のの入り口でで皆さんの意識が向くといいですねこれからもいろんな創作活動も終わりでしょうしあの社会的金融教育家としてもどん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 国民の皆さん教育していただきたいと思いますし。はい、岸田さんも教育した方がいい ああそうですね、はい、ぜひあの家庭教師であの <laughs> 官邸にでも行っていただけるとありがたいなと <laughs>、はい、本当に今日はどうもありがとうございましたまたぜひ機会ございましたまたお越しいただければと思いますどうもありがとうございました今回のテーマは円安円安は悪いイメージで語られがちですが藤井先生は国民にとって大きなメリットがあると主張一体どういうことなのでしょうか 輸出企業は全部ボロ儲けしてるから法人税ばっか増えてるわけですよボロ儲け政府は今回のテーマは為替をめぐる本間門の話悪いのは円安ではなくケチな岸田政権であるです 先生、うん、悪者のように報じられている円安なんですが、はいうん、実は悪者ではなかったということなんですね。ううすねもう一回お見せしま前半最後にお示ししたその経済の成長率で見ると、はい、の円が安くなると日本はプラス成長のメリットを得るんだけど諸外国はマイナスになると、はい、でドルが安くなるとアメリカが得してユーロがあー安くなると EU が得をすると。 いうう構がもうあるんでですよでちょっと小ネタでねちょっと話、はい、ちょっとだけねあの大事なことにちょっとこう話ずらしてちょっとあるんですけどね、はい、ちょっと一個言いたいことがあるんですよこの為替について、はい、これねあの為替って面白くてねちょっとまあ為替の,の面白い話ちょっとメインのストーリーが外れますけどね、はい、ここね150に僕赤い線引いてるんですよ。はいはい、こうやってずっと上がってってここで150になるかかったらぶっとこうまた下がっんですよ。 普通に言ったらここで下がりそうだけど突破したんですよ。そうですね。160円。これなんでかって言ったら、はい、上田総裁のせいなんですよ。へえ、はい。上田がねもうあかんやつなんですよ。<laughs> 勘弁してくれよみたいなこと、もう東大教授ちゃんとしてくれよっていうね。なん、はい、でかっていうとね、これねあの上田日銀総裁が150円を突破させ160円までまあ為替を進行させたんです。 うん、これね、あのこの象徴的な一言ね、これ四月の日銀総裁の記者会見が。まあ、あったんですけど、その時にこんなこと言ったんですよ。円安の物価高への影響、あ、こんな声かどうか知りませんけど。<laughs> まあまあ、雰囲気ですよ。雰囲気で。円安の物価高への影響は限定的であります。って言ったんですよ。でね、これ日銀が何言うかって、みんなめっちゃ見てるんですよ、マーケットネそうですよね。おれで。あ。なるほど。ぶ。 いかだかを容認しとるというか円安を容認しとるなと見えるわけですよほっそらこい何もせえへんねんなと何もせえんねんやったら金利このままやからもしは金利格差あんねんかアメリカのドルもっと買っとこうってなってしもたんですよで、こうこうでここでれこれ言った時に何が起こったかというと、はい、160円を超えたんですよ<ー>この一番ピコっとなってるでしょここはいはいでもちょっと下がってますけどはい ピコってなってるのはこれ言ったからなんですよ。うわすごいこの一言で。この一言で。これでねあっちゃんボタンボで何してくれてんねお前と。この部分僕円安はね悪いやつじゃないと思ってるけどこの状況では短期的には悪さするわけですよ物価高高くなってしんどくなるわけですよ。だからお前何言ってくれてんねお前と。はい。160円超えやて。それでまあ上田さんもあやばいこと言っちゃったな。 どうもあったんですよ。気づきましたね。ちょっとやばいなってで、はい、でこれまたな何週間かしてからね、あの違うこと言い出したんです。為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている面がある。ま<く>逆のことを言っとるやんけ。はい。いやだからこう限定的で断定しちゃったからちょっと過去悪いから面があるでごまかしてるんですけどね。はい、でもこれ結局逆のことを言ってそれでこれだけだとちょっとまだなんかみんなに見くびられると困るから。はい。 金利をより早めに調整していくことが適当になる。だから僕やるときはやるっすよって言ったんですよ。こ<ー>れで、それでちょっとまた下がってる。あ、なるほど、まあ。もちろんこれね、あの財務省の為替介入もあってっていうのもあるんですけど、はい、まあこれで火消しに回ってはるわけですよ。ということですね。だ,だからね、日銀はなんというか人々の心理を読んで発言を変えるんじゃなくてね。はい。 データを見て発言しろよい<や>と。ほんとそうです。データを見て。この一言が。そうなんですよ。あ、れでも。何しろ、何のよ、ジャーナル。はい。まあ、なってるんですよね。で、ここから岸田文雄さんが悪者やという。論理の展開に行きますよ。はい。いいますよ。こうなるとですね。こんなやつがあるんですよ。まあ、先ほどちらっと。はい、あの、それらしいことをおっしゃってましたけどね。はい、これ、あの。税収なんです。 税収これね、まあ、僕らの税収って大体ね、えー、とこっち見てだいたい大体50兆円とか60兆円の間うろうろする状況、はい、まあ下手したら、えー、と40兆円ぐらいとか昔こう言ってたりとかすることを40兆円台とかですね、はい、あったりとかしてたんですけど50兆60兆だったんですけどで一回そのコロナで45兆まで下がるんですけど、はい、そっからね 八十九兆、八十五兆、八十三兆なんですよ。よすごーい、本当だー。これだから大体五六十兆やったのがいきなり八十兆に上がってるんですよ。だいぶ上がってますね。これなんでかっていう話ですよ。なんでかって言ったらこれね、これ交わせなんですよこ。こっち側のグラフ見ててね、はい、こう交わせこうやったのこ,こうなってこうなってこうなってるわけですよ。本当だ。両者の総関係数零点七八ってってね。はい まあかなり高いですよ、はい、まあ数学的に言ってこれ1になったら完全相関ゼロやったら無関係なんですけど、うん、めっちゃ関係してるんですよだから円安になったら経済が成長するっていう話があるじゃないですか。はい、で経済が成長したら税収増えるんですよ、はい、増えてるんですよ。 そう,だ,そうだってトヨタ5兆円純利益でしょそうですよね<で>日本企業そうでしょね法人税って言ったら、まあ、まあいろんなあの割引制度とかあるのでいろいろあるんですけど、はいまあ、基本 27%30% 弱ですからね、はいうん、5兆円増えたらそれ単純計算したら1兆とか2兆とかトヨタからだけでも儲かるわけですよで名だたる輸出企業は全部ボロ儲けしてるから、はい、法人税ばっか増えてるわけですよ <laughs> もうボロ儲け政府は本当ですねだから20兆円儲かってるわけですよ政府は。そっかでねこの20兆円を仮に仮にですよ、はい、みんなに配ったらどうなるか。配ってほしい。 これかね、日本のこれ1億で割るんじゃなくて労働者層すね、はい、5000万6000万っていう労働者がいるんですけど、はい、この20兆円税収増を全労働者に配れば1人当たり30万円のボーナスになるんですよ。万 それもさっき言ったハンバーガー何個かやんのめっちゃ食べます三百食食べれます、ね、めちゃくちゃ食べますそ<う>ポテトつけちゃう <laughs>、ね、今日はポテトつけちゃうそうですよもうラーメン焼いても毎日チャーシュー麺ですよ本当ですよこれ三、ね、十万ですよ三十万あこれ三十万儲かるんですよ円安で税収が拡大し政府はボロ儲け状態本当に円安だけが悪者なのか 藤井先生が指摘する真の悪者とは悪いのは円安じゃないんですよ悪いのはケチな岸田政権なんだケチなこと言ってるからわれわれは苦しいんですよ先生番組の放送時間などの関係で残念ながら取り上げられなかった情報が聞けるおすすめの配信コンテンツがあるんですよねそうなんですよねあの本間門ウラトーク そういうコンテンテツで、えー、我々この収録をする時にかなりたっぷりめに収録をしてで、まあ、時間の尺の長さがありますからそれにこう編集をして放送をさせていただいているんですが、まあ、そういった格好で時間の都合でカットされた部分これも含めてインターネットでお話しさせていただいております。 かなりディープな内容もねありますよねはいそうなんですねもっと深いところも含めてですねお話しておりますのでこの本間門教室に加えてこの裏トークもご覧いただくともうものすごく深く立体的にご理解いただけるようになるんじゃないかなと思っています、えー、興味のある方はですね東京本間門教室 YouTube の概要欄をご覧ください そこでクリックしていただくと「本間もぐトーク」の情報が出てまいりますのでぜひご覧いただきたいと思いますぜひチェックしてください私たちを苦しめる物価高の原因となっている円安その一方で経済成長と税収拡大というメリットも円安を乗り切るために必要な政策とは何なのでしょうか具体的にそれをどうしたらいいかっていうことについて僕はねもうこういう本を出してるんですよ はい、インフレ時代の積極財政論これね去年出版したんですね<ー>だからもう去年もインフレ時代になってたじゃないですか、はい、でインフレになったら経済学の常識で財政は引き締めろってて言われてるんで,すよ、うん、でも今のインフレは円安ベースに動いてるものだからこういうタイプのインフレは通常の高度成長期の頃とかのインフレと違うので、はい。 こういう時のインフレの時には財政をガンガンンべきだとで何でかって言ったらこれをやるために儲かるからるその儲かった分をみんなに配っていったらみんなの実質賃金が上がっていくんだからでこの配り方を一冊書いたんですよどうやって配ったらいいかっていう。えー でこれ、ね、ウィリアム・ミッチェルっていうね世界的に有名な経済学者で毎年京都に、まあ、来るんですけど現代貨幣理論っていう、まあ、理論の提唱者であの積極財政についての最先端の教授が、まあ、僕の兄弟の研究室にいつも毎年2か月ぐらい来るので、うん、まあいつも彼となんかだらだらだら喋ってる内容をテープ取って本にしたっていう内容なんですけどいろいろグラフとか足して<ー>でねまずやりばきことはねあの、まあ、2つ申し上げますね。はい このどうやってその税収上振レ分を国民に分配するかで物価高で苦しいわけでしょうで一番簡単な我々この本の中で言ってる一番簡単なことは消費税税の減でですす大きいだって価格がそのまま10%下がるじゃないですか全品目他で税収得てるならわざわざ消費税で得る必要ないですよ、ね、その通りなんですよ だから円安特別増税してるようなもんですからね、はい、今円安でめっちゃ儲かってるから、ねはい、その分を還元するときにあのトヨタとかからお金をもらってで庶民の皆さんの消費に還元するわけですよ。まあ例えば5パーとか3パーに下げるだけでも全然いいんですよ。 だから日本の経済がちゃんと本調子で良くなるまで消費税は3%に据え置くと。うん、で経済が良くなっていくに従って徐々に5に戻したり8に戻したり、うん、でまた経済悪くなったらまた5に戻したりとかして、うん、で,で10%払えるような経済状況になれば。 僕らの所得が十パー払えるような状況になれば、もう十パーしても僕は全然いいと思います。すね、払えるんだったら、あの払えへんやつから虫に取ってるから僕ら貧乏になってるわけじゃないですか。本当にそうです。で実質地域下がってるんですよ、二十二パーセント。これで下がってるやつからええ金利安いやこれら、えー、らと消費税で真逆てるわけでしょ。それ取るなよお前ってことですよ。本当です。ね、でさらにね、また別のやり方からしたら、アメリカなんかね、あのまあここでも書いてますけれども。はい ガソリンがすぐ高くなったわけですよ。はい、石油が高くなったから。うんはい、アメリカ何したかって言ったら高くなったその月にガソリン税を無料にしたんですよ。思いっきりマジで。富豪なんだ。すバイデンやるやつ。無料。おじいちゃん大丈夫かなと思ってましたけど結構おじいちゃんやるなと。<laughs> うちのふみおちゃん,ややんのおじいちゃん。ふみおちゃんの方がだいぶ若いと思ってたけどおじいちゃんの方が英ことするやんかと。うわーすごいです。これがもう一般的な話で。 今世界中インフレだから金利も上げてんだけど世界各国で大体100か国以上で消費税あるいは物品税とかのねあのーのーそういう間接税を引き下げてるんですよ日本だけ下げてないの先進国の中でもう言ってもえー、もうみんな分かってるんですね諸外国の人たちはこういう時は腰をこういう時はもう消費税下げたらい,いのになってもうあ常識なんですよ。 まあそれがまあ王道ですそれ以外にどんなことがあるかって言ったらねここでもねここで理論的にねこれどんなんかっていたらいろんな国がやってて日本でもやってるのはね小麦って輸入価格上がったり下がったり為替で上がったり下がったりとかするけど小麦ってすっごく大事なあの食品じゃないですか、はい、穀物。でそれで麺とか、ね、パンとか全部決まるでしょ。 基本的なものが上がったり下がったりするのは良くないので。政府はね、これ価格コントロールをしてるんですよ、小麦に関しては。ああで,で、どういうふうにしてるかというと。はい、政府が一旦全部輸入品買うんです。はい、で、それ払うんです。はこ、い、れで。国内で売りさばく時には。定額で売るんですよ。はい、ああ、なるほど。うん、そしたら。こっちで、こう荒れてても。はい、こっちはもう、なんか、一袋五千円とかで決まって売るんです。はい、あ,あ、ありがたい。で、価格安定してます。はい、で。 高くなったら、まあだからその分余分に払って政府は赤字が出るんですよ。はい、でもそれは財政政策ですよね。だから今20兆円上振れしてるんでしょ。はい、その20兆円使ってここの分埋めてあげたらいいんですよ。よ、うん、そうしたら小麦は安定化するから、食品って基本的に全部値段上がらなくて済むはずなんです。そういうことですよねで。それと同じことを石油とかガスとか鉄鉱石とか。 いろんな資材に関してやればいいんですよ。あとお肉とかでもなんであのもう基本的な物資を決めて、それで価格コントロール政策をやればいいんですよ。はい。でそれをコムキでは政府やってるんだけど、それをねあのお金もったいないから言って、なんかちょろっとしかほとんどこっちに連動させてるんですよ。こっちで高鳴ったらいや二十兆あるやんかと。 本当ですすよよ兆って結構ありますよ自分らどんだけ儲けてんねんとはいこれ配ってええやないかということですよ。<ー>もちろん僕はねあの国債って言って、はい、あの政府がお金を借りてそれを配るのでもいいって僕はここでも書いてますけど、はい、もうそれやらんでも収だからね<ー>それさえあればねいや僕たちは物価は上がらない。は でその結果円安になっても物価上がらない、はい、で実質賃金下がらないむしろ上がる、うん、で円安のおかげで日本全体は潤う潤、はい、でその潤った分がちゃんと国民分配されてる状況になるから、はいはい、ええことばっかりなんですよ。めちゃくちゃゃくハッピーですそれところはそうななってないでしょ、はい、っていうことは政府がやるべき仕事20兆てるかったところ <laughs> 儲かったなって喜んでてこれ配るのもったいないなってケチなこと言ってるからなんですよ。 配っっらんんでですすよよケチなこと言ってるから我は苦しいんですよだからもうあのハンバーガーと飲み物で1,000円超えて困ってるわけですよ牛丼となんかで800円で困ってるわけですよだからもう悪いのは円安じゃないんです悪いのは円安じゃないと <laughs> 悪いのはケチな岸田政権なんだとこれがね <laughs> まあ最後のメッセージです いやー、ちょっと。衝撃的でしたけど。い、ね、もう言いたいこと全部かな、これもう、まあ、これ全部だわ。これだ、これ終わった。これです。<laughs> んなんか、で、最後まで聞いていただいたら、わかりますよって言ってた結論がこちらにいと。いうことですね。やり方はいくらでもあったわけですね。で、それは、しかも、僕は去年出版して、これ官邸のやつらにも配っているんです。これ。みんなに、自民党にみんなに配っているんです。 皆さんどこ行きましたちゃんと読んでください多分読んでなかったんですこれ書いてあるのに藤井先生今日もありがとうございました、はい、ごま東京ホー教室次回の放送は6月8日土曜日朝10時からですこちらもぜひご覧くださいそれでは